ひまなれ系モバイルダンシングハウスの皆さん、ありがとうございました。いやー、本当すごかったですね。私、束の間の夏を感じました。本当に最近のこの寒さを吹っ飛ばしてくれるダンスでしたね。フラガールの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。大集会を始めさせていただく前に、今立ちながら見ていただいている皆様、ぜひですね、空いてるスペースまだございますので、どん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 前の方にお詰めください。デモの際に、の関係で一応地域分けをさせていただいておりますが、その際はこちらで誘導させていただきますので、ご遠慮なくこちら空いてるスペースにお越しください。それでは改めまして、会場にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。本日もやもや吹っ飛ばしますか、福島青年大集会2012の司会を務めさせていただきます増井拓也です。どうぞよろしくお願いします。同じく司会の五十嵐裕樹です。よろしくお願いします。いや、この天気、秋晴れの日曜日にようこそ皆さん福島へおいでくださいました。本当にありがとうございます。五十嵐さん、今回の集会のタイトル見ましたか？いや、見ました、見ました。でも、もやすかってなんすか？なんすか？集会を進めるうちに見えてくるようですよ。一緒にもやもやをスカッとさせましょう。それでは集会をスタートさせたいと思います。ここで実行委員長の鈴木清文より皆さんに歓迎のご挨拶があります。鈴木さん、お願いします。すみません、いろいろありまして。原発事故は終わったのでしょうか。福島県民はいまだ16万人の人々が避難生活を余儀なくされています。私たち福島に住む者は見えない放射能に苦しめられています。そんな中、政府は去年の12月に原発事故の収束宣言、6月には福井県の大飯原発を再稼働、数々の暴挙に福島県民は怒っています。毎週金曜日に首相官邸前に多くの市民が集まり、再稼働反対の声を上げ、福井では青年たちが集中となりピースライブを開催し、1000人規模で大成功を収めます。なぜそのような取り組みが行われているのでしょう。それは紛れもなく東京電力福島第一原発事故なのです。どれほど素晴らしい科学技術であっても、私たちの生活を脅かす原発はいらないです。私は福島県商工団体連合会で青年部長をしています。原発から一番近い民商、南相馬市原間地区、原発から23キロのところに早々民商があります。震災前18名の青年部員がいましたが、今現在青年部員は4名です。青年部員のほとんどが原発から20キロ圏内、今も全域が避難区域になっている浪江町の出身者です。彼らは原発事故後故郷を離れ商売もできなくなりました。私のほか青年部員が福島で生涯を続けていくことだ、故郷を離れなければならなかった彼らに少しでも励みになればとこの集会に参加しています。福島青年大集会は福島の青年たちにとって初めての大規模な取り組みでした。各地域から実行委員を送り出し、それぞれが持てる力を発揮し、新たな連帯を作ることができました。そして福島の今を知りたいと全国各地からこれほど多くの青年たちが参加してくれました。福島と全国の皆さんの
モヤモヤをスカッとさせる集会にしようではありませんか。原発再稼働反対、 TPP 参加、消費税増税反対、若者の雇用暮らしを守ると福島の青年たちは声を上げ出し続けます。福島の青年と全国の青年が連帯し、若者パワーで世の中を変えようじゃありませんか。今日の集会が皆さんにとって素晴らしい集会になることを確信し、挨拶と変えさせていただきます。ありがとうございます。